はい、皆さんこんばんは。こんばんは。今日なんですけどね、今日は実は1月の26日なんですよ。はい。うん。でまあ何の日なのかっていうところなんですけど、うん、実はですね、この EasyJapanesePodcast の、始まった日なんですね。うん。うん。誕生日というかそういう言い方もできるんですけれども、今日2023年の1月26日で2周年を迎えました。おめでとうございます。はい、この、なんとか周年っていうのは日本ではよく使われて、例えばですけど、結婚5周年とか、あとは会社ができて10周年とかね、そういうような言い方をします、うん、けど、できてから何年経ったみたいな意味ですね。はい、うん、で、このポッドキャストは、始まってからちょうど丸2年経って2周年を迎えたということですね。うん、うん、早いような、なんか長かったようなっていう、そんな感覚ですけれども、うん、何よりもコロナ禍っていうのがあったじゃないですか。はい、それからもう丸3年ぐらい経つっていうのがびっくりしてるんですけど、うん、本当ですね、うん、でもそれでね、新しいことをいろいろ始められたので、このポッドキャストを始めたきっかけで、ずっとこれをやっていると、うん、でいつも僕はね言ってますけど、音声配信がさらにそこから3ヶ月か4ヶ月ぐらい前に始めたんですよね、うん、2020年の9月ぐらいから始めたんですけど、その頃はね全然こう喋る仕事とかもあんまりなかったんだけど、今は増えてきて非常にこう嬉しいなというところですね。本当ですね、うん、であとは喋るこういうことやってることによって、日本語関係のお仕事とかもねちょっとずつこう相談が来るようになってきたりしていて、あんまやってないんですけど、これからはねそれやっていきたいなというふうに思いますね。素晴らしい。うん、そうなんですよ。で今日はまだあれなんですけど、1月のね一番最初のエピソードで今年の目標っていうので一つね、YouTube の方の登録者1万人行きたいみたいなのがあったんですけど、今僕が見たところで、9992ですね。9992人ということで、別にカウントダウンとかするわけじゃないんですけど、あと8人というところまで来て、このポッドキャスト始めて2年っていう区切りでね、ちょうどそこで目標がもうすぐ行きそうっていうところで、非常にいい区切りだなと思ってますね。嬉しいですよね、うん、2年続いたらね、やっぱり次は3年4年っていうふうに目標になっていくんですけど、やっぱり最初はね本当に聞いてくれてる人ほぼいない、10人とかだったですね、始まりは。でそこからやってずっと聞いてくださってる方とか、もう本当に最初の頃からねずっとメールをくださってる方とかもいるんですけど、そういう方のおかげでね、なんとか続けられているというところもあります、うん、はい、そうなんですよ。ありがたいです、はい、まさにね。でこの2年間ね、実はこのポッドキャスト始めたばっかりの時は、僕ら子供いなかったんですけど、まさか2人も子供が生まれましてはい、本当にいろいろ変わったこの2年間だったなというふうに思ってますけどね。確かにね、うん、しかも入院してたしねそう入院してたんですよ、ちょうどそのポッドキャスト始まったばっかりの時、はい、で僕は一人で家にいるのが暇だからっていうのもあってポッドキャスト始めたんですよね、うん、一人でね、うん、そういういろんなことを思い出しながら、今やってますけどね、うん、どうですか？いや2年やってないからね、うん、でも初めて1年ぐらいはやったってことだかな。そうですね、一緒にやり始めて、うん、でも初めて、2年経ったっていうのは、うん、びっくりですね、そんなに長いことやっていたのかなと、うんうん、思いましたね。はい、でもさ、年を取ってくるとこう1年の感じ方が短くなってくるじゃないですか。はい。だから年を取ったのかなっていう感じもしますけど。年は取りましたね。うん。そうそう。まあそんな感じなんですけどね。まあ目標もね、間もなく達成できるんじゃないかということでね、まあ、これからも引き続き頑張っていきたいと思います。そうですね。はい。で、タメ口、うん、介護してほしいっていうコメントとか、あとはメールでも実はいただいていたんですけど、なのでちょっとこれから何回かタメ口会またやってみようかなと思います。やりましょう。はい。でもね、難しいんだよねちょっとね、うん、結構難しいんですけどっていうのはこれ日本語の特徴かもしれないけど、2人で喋るときにタメ口というよりは誰かにこう見せるものを喋るときには敬語みたいなとこあるじゃないですか。あります。そういうことだよね。そうそう、ここの関係が仲がいいとかその上下がないとかではなくて、皆さんに見せてるから敬語っていうのは日本語の特徴でありますよね。うん、うん、だからそれって結構と、なんていうの、日本語らしいというか思ったね。そうだね、うん、普段喋るときはもちろんそうなんだけど、こう皆さんに対して失礼のないようにっていうのがやっぱり出ちゃうから、うん、こう、うん、その敬語じゃないんだよね。皆さんに敬語っていうことなんで、タメ口会ちょっと難しそうなんですけど、次のエピソードはそれでやってみたいなと思います。わかりました。はい。ということでね、まあ、今日は1月26日、このポッドキャスト2周年迎えましたっていう、まあ、ちょっと短めのね報告エピソードでした。はい。これからもよろしくお願いします。お願いします。ではでは。あ、そうだ、エピソード終わったところなんですけど、はい、今ねちょっとではではとか言ってたんですけど、うん、大雪でね、今すごいことになってるんですよ。うんうん、大寒波っていうのが来てて、マイナス、まあ、10度ぐらいとかマイナス12度ぐらいなんですけど、大雪でちょっと僕気づいたことがありまして、うん、インターネットがつながらないんですよ。あれ、はい。で、この動画を撮るのはいいんですけど、まあ、編集するところまでいいんですが、アップロードできないんですよ。あら。そう。で、実は結構最近困ってる。それは大変ですね。はい、ここ数日間アップロードがうまくできなくて、ちょっとこの、まあ、26日ですとか言ってるのが結構遅くなっちゃうかもしれないんですけど、うん、まあ、撮ったのは26日でした。はい。はい。ということでよろしくお願いします。まあね。まあそういうことも乗り越えながら頑張りましょう。はい。ではでは。